皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回は、信長の野望春生、徳川家康編の続きをプレイしていきたいと思います。信長が本能寺の変で死んだ後、織田家と家康は戦っているんですけども、優勢に進めています。前回までにですね、尾張から近江一帯まで、占領を進めています。さらにこの後はですね、伊賀上野城を攻略して、大阪方面へと進出。秀吉より先に、一つでも多くの城を取りたいというふうに思っています。それに先立って軍団の編成をし直したいと思います。まあ、国替えなんかもしながらですね、優秀な武将を前線へと、送っていこうかなというふうに思っています。なので、どうだろう。二俣城にいる忠勝なんかはですね、この後ちょっと早めに前線に送りましょう。どうだろう。安土城あたりに、忠勝は早速、移動をしてもらおうかなと思います。では一通りですね、軍団の再編をしておきます。では軍団の編成を行いましたのでご紹介しておきましょう。まず前線ですね。対織田、対羽柴の最前線には、忠勝と康政を配置してあります。で、忠勝はですね、この後、伊賀上野城の攻略に、榊原康政は、この後は紀伊半島を中心に攻略を進めてもらおうと思います。で、この二つの軍団を支援するのが、信康の軍団になりますね。で、一方、家康本体はですね、この後、真田家、上田城、沼田城、この二つの攻略に入りたいと思います。それに先立って、上杉とは同盟を結びましょう。これで同盟を結んだので、まあせっかくなんでね、次の交渉がすぐできるように親善も行っておきましょう。で、この親善の大使には、直政を用意します。直政はですね、まだ残念ながら軍団長になれる過労格にはなってないので、しっかりこういうところでね、経験を重ねてもらって、過労に一刻も早くね、昇進をしてもらいたいなと。というふうに思っています。では、この後、早速すぐなんですけども、上田城に攻略を仕掛けていく準備を始めていきましょう。では、時間を進めまーす。申し上げます。では、上田城に対して、5万の兵力、率いて出陣します。浜松城からは家康本体も出陣します。で、これに先立って先遣隊、先陣を先に出陣させましょう。上田城に向けて直政兵1万を先に出陣させます。大先導というのが行えそうですね。伊賀上野城などを、対象に一騎を先導。これ信康が成功させると大きな忠勝の支援へとなりそうかなと思いました。早速、忠勝の部隊がですね、出陣して伊賀上野城の攻撃を始めています。タイミングとしてはちょっと早かったかなと思うんですけど、まあ、任せましょう、忠勝の手腕に。一方、直政はもうすぐ上田城に到着ですね。五つ目となる家康の本体なんですけども、これまだ出陣準備に少し時間かかります。信康の先ほどご紹介した大規模一揆、これが成功したみたいですね。状況を確認します。いろんなところで一揆が起きてますね。ちょっと何が起きたかわからないんですが、雪村が出陣してきていて、これ見ると直政が押されてる、まあそういう状況のように見えます。なので直政は騎乗させましょう。これ以上の消耗はできない。代わりに一挙に家康本体を送り込んでいきましょう。伊賀上野城は忠勝が
攻略しましたね。切り取り OK にしていたので、この伊賀上野城は忠勝の軍団にそのまま踏み込まれます。大量の武将、ここでまた登用ができそうだ。ご覧の10名、まあ、信孝なんかも入ってますね。まあ一旦全開放しておきましょう。で、忠勝に関しては、この後間髪入れずにですね、次の攻略目標を設定して、冒頭お話した通り、やっぱり一つでも多くですね、秀吉より城を取ってほしいな、というふうに思うので、この後は高取城に向かってもらいます。どうでしょうね。安政がまだ動けてないかな。安政も動いてほしいところ。まあ、ただ今回の一番の目的は、やっぱりね、真田を攻略することなので、こちらに注力します。切れたか。残念ながら、沼田城、ここは、影勝に先に取られましたね。まあ、ただ、上田城を後から結果的に取ったので、真田の一門はまるっと抱え込めるかな。真田を滅亡させることができました。全員、そう、全員。我々の徳川の家臣になってもらいたいですね。能力値なんですけど、正幸、統率95、武勇80。まあ、信幸は万能型ですね。雪村は圧倒的な武勇。まあ、とにかく全員投与します。雪村の投与は失敗したか。まあ、回復しましょう。いずれ雪村も迎え入れたいと思います。はい。では、まあ、目標としていた攻略、上田城を攻略できたので、舞台は引き上げます。で、上田城に関しては引き続きですね、ここは、正幸に任せたいかなと思います。では、直政がようやく家老に昇進したので、直政にも軍団を持たせます。これで、だいぶ家康のやることが少なくて済むかなというところですね。家康の直轄になったのが浜松、二俣、掛川、駿府、まあ、この4つですね。まあ、この4つの城あれば十分、まあ、5詰めとしては機能するかなと思いますので、あとは各軍団に任せましょう。で、特に注意しなきゃいけないのはやっぱりこのね、秀吉との機内の国取り合戦、城取り合戦、これをね、制するためにしっかり戦っていきたいと思います。では時間を進めていきましょう。